はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックさん勝ちましたよね。え、昨日は10点失いました。ピッチャーが崩れました。今日は14点取りました。打線が爆発しました。そうでしょう。やられたらやり返す、 1.4 倍返したというゲームでした。まあ、中途半端ではあるんですが、 1.4 倍、2倍まではいかないところがオリックスさんの奥ゆかしいところではありますが、今日はいつもと違う部屋の隅っこで、今日は喋っております。というわけで、今日ドライビングバージョン、一人ドライビングバージョン撮ったのよ、帰りに。結構いけるでしょ。暗いんで顔とかははっきり映らないんですが、まあ、でもラジオ感覚で聞いてくださるんであれば全然問題ないでしょ。あんな形でもできるのかなというふうなことを、ふと思いつきましてやってみました。で、明日はね、神戸君と約束をしまして、2人バージョンでやります。中には大前さん YouTube ライブするんですかというなんかメッセージあったんですが、それはしません。やり方分かってませんから教えてください。今日ね、よかったね、大勝で、大勝云々別として、今日負けていたら大変だったと思うのね。そこで勝てたのは大きいと、思います。ゆなゆなさんから頂戴しました。いつもありがとう。お前さーんと、やっぱり宮城くんの時は負けないです。こんなに楽しい試合はなかったです。幸せ。明日もオリフォーしましょう。宮城くんの初打席初ヒットおめでとう。そうだったね、見事にヒット打ったみたいね。まあ、その後は三振だったけども素晴らしいね。すごい。まあ、高校の時からバッティングも良かったですもんね。侍ジャパン高校代表でもね、バッティング良かったですもんね。それからゆなゆなさん良かったね。トッシーさんありがとうございます。打線爆発のつながる野球で大勝ですね。ターニングポイントは6回の裏だったように思います。15球投じて伊藤光選手をフォアボールで出した後の満塁、あの場面を1点で抑えたのが大きかったと思います。今日も DeNA には、3本のホームランを打たれました。あの場面を最少失点で抑えて流れを渡さなかったことが結果的に見て大きかったと思います。本当そうだね。僕もあのシーンは一球速報でちょっとちらっと見ていたんだけども、嫌な感じの満塁でね、本当粘られて、でもあそこでタイムリーじゃなくてショートゴロの間の1点だけに抑えた、これが大きかったですね。確かにあそこで流れを渡さなかった、あそこで打たれない、さすが宮城という感じのピッチングではありましたね。ゲルさん、DeNA に2試合で8本のホームラン、明日どうなることやらということで、そうですね、ちょっとまあホームラン打たれすぎっていう感じはあるけど、なんかこすったような打球が本当全部スタンドの最前列に吸い込まれていきません、あの球場だから。おそらくピッチャーとしても、あれ入んのっていう打球も結構あると思うんですよね。まあ、その辺が普段広い球場が多いパ・リーグとそうでないセ・リーグの違いなのかなという感じがしますけどもね。まあ、セ・リーグもね、まあ、甲子園広いし、名古屋ドーム広いし、で、マツダスタジアム広いんだけども、神宮にしても横浜にしても東京ドームは狭いね、関東の3球場はね。まあ、そういう感じで、ちょっとしんどいホームランの打たれ方ではあるんだけども、そこをどう抑えるか。でやっぱり横浜もホームチームだからさ、なんかこう打ち上げて外野まで持っていけば入るなんて感じの打ち方になってるのかな、戦い方打ち方知ってるのかなというふうにも思えてきますよね。まあそんな感じで、まあ、ホームランたくさん打たれすぎっていうのはあります。不安材料ではあります。それからですね、今日はたくさん本当ありがとうございます、頂戴しました。ヒューンさん、一人勝ちできたのはでかい。あ、パ・リーグ今日勝ったのはオリックスさんだけなんだよね。ホークス連敗だよ、ね、どうすんのっていう感じではあります、まあ、始まったばかりではありますが、今日の一勝大きいですよね。だからね、谷川文子さんもパ・リーグはオリックスさん一人勝ちですということで、アーさんは宮城くんの、時に得点が取れるのはピッチングのリズムの良さも影響してるんでしょうか、明日も勝ちましょうということ、おっしゃる通りですね。リズムいいもんね。
まあ、それは本当、まあ、本人もそんなことは言ってましたね。なるべく守る時間を短くした方がということを宮城投手は話しておりましたんでね。でそれからね、ケイフリーさん、ありがとうございます。今日のポイント、1番2番3番が機能したこと、しばらくはこの打順がいいかも、やはりショートは足立選手でお願いしますということで、なんか安定感がありますね。で特に今福田選手が2試合続けて3安打でしょ。で最近コンスタントに打ってる宗選手、この1番2番非常にいい感じがしますね。で、まあ、3番吉田選手ですから、まあ、ここまではねスムーズに流れるんで、なんとかこの打線どう明日どうなるか分かりませんが、確かに機能していましたね、上位打線がね。木戸信孝さん、 T が5安打、5の5打ったのに6打席に代打を送られ、ロメロのセンター攻撃的ですねという、まあ、いろんなことがありますね。まあ、5本打ったからもういいじゃんということなのかもしれませんが、5の5はでもすごいね。最後のホームランもすごかった、よかった。グスタボさん、1番2番が2人とも猛打賞、さすがのチャンスメイクでした。これも今日勝因の得点がたくさん入った要因の一つでもありますね。こちらが上位の結果です。それから、大前さん大勝でした。今 AI が何か言いましたけども、まあ、今日の勝利という点で言うとですね、投手陣の被弾の多さ、が目立ちますと、いうことは千早赤坂サカスさん、千早がつくとなんか、随分感じが変わりますけどもね、赤坂サカスだけじゃない、千早がついた。大前さん大勝でした。投手陣の被弾の多さが相変わらず気になりますけどね、まずは打線が機能してよかったということ。今日ロメロセンターでしたね、4番センターロメロ、これもまた、まあ、球場が狭いっていうのもあるから外野の守備をちょっと落としてもいいという感じなのかな、どうなんでしょうね。センターっていうのもちょっとね良かったですね。それからですね、あずきさんです、いつもありがとうございます。オリックさん見事な勝利、5月はここまでホームランの数は28本なので、ざっと調べた限り月間30ホーマーというのは2005年以降3回しかない記録なので狙ってほしいなと思います。ああそうなんだね、ありがとうございます。僕この5月の29日実況なんで、もし30本なんか出るとそんな話ができればなと思います。貴重なデータありがとうございます。美貌録さん、大前さん毎日の配信ありがとうございます。毎日のご視聴ありがとうございます。冗談 99% で申し上げますが、今日の試合のポイント、これは前日のヤマッチョさんの清めの塩です。やはり戦いは気持ち気合ですと、昭和の親父の根性論失礼しましたということで、そうか、昨日清めの塩の写真をね、添付してくれたんですが、それが効いたのかなということですね。で、まあ、たくさん今日は頂戴しておりましてありがとうございました。皆さんのリポートで今日のゲームが分かりました。相手のエラーもあったんだね今日はね。でもまあ本当に昨日もお話ししましたけども、その序盤特に初回からこういけたっていうのは大きいと思いますね。そこからいくとやっぱ相手もショックが大きいし、やっぱり明日もできればその初回からいってほしいし、特に明日も先攻め先行なんでね、先に点を取ってこの長役投手を楽にしてあげたい。今シーズン一軍初登板です。ファームの方ではまあ先発もやったり、あるはあとはこの、中継ぎもやったりはしておりますが、まあファームの方でもピシッと抑えてるわけじゃないのね、データ見ると。だから、まあ、その辺一軍という、まあ、舞台変わってどうなのかというのはあるんですが、まあ、実績もありますから、明日のピッチング期待したいと思います。ちょっと天気もね、心配なんですよね。でいくつかそのピッチャーでいうと、どうだろう、いくつかねくださったんだ。その中で確か僕昨日のこのカズチューブの中で勝ちパターンと負けパターン、ピッチャー同じピッチャーが出てくる、まあ、そこが心配だというふうに申し、上げましたが、なかなかそのピッチャーがね、投げてみないとわからないという感じになってきていますということですね。あ、これトントンさんですね。大前さんこんばんはということで、
大量得点の翌日は沈黙というパターンが多いので、明日もガンガン打ってほしいです。やはり抑えが不在というのはすんなり終わらないですね。ブルペンは勝ちパターン負けパターンと分けられないくらい投げてみないとわからないと思います、ということで、まあ、確かにね。だからまあ投げてみてみないとわかんないという状況であっても、ある程度勝ちパターン負けパターンっていうのはやっぱり、決めておかないと、やっぱ戦っていてしんどいですよね。で、まあ、そこを早く見つけていくっていうのが今のオリックスの一つの今シーズンの中で、そこをどうやって、うまくやっていくのか、これが僕ポイントだと思います。これが何かの形でうまくはまってうまくいけば、今年結構そこそこ打ちますんでね、結構こう接戦でも逃げ切れるという形になるんじゃないかなというふうに思っているし、まあ、逆にそこができないとなかなかこう上位進出は容易ではないというふうに見ております。というわけで、交流戦始まって2戦終わりました。横浜では今日勝って1勝1敗と、しました。明日のゲームが重要であるんですね。明日も、超躍投手に援護ということで、まあ、超投手もね、まあ、1軍今シーズン初登板なんで、いい結果になればいいなと思っております。明日もある程度ブルペン陣、まあ、総動員という形の戦いになる可能性もあるんでね、まあ、厳しい戦いになるとは思いますが、明日もしっかりと皆さんと一緒に応援していきたいと思います。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。たくさん のメッセージ本当にありがとうございました。明日はね、神戸君と、ちょっとやろうかなと思っています。 YouTube ライブじゃありません、ね、ちょっとね YouTube ライブやってみたいなと思うようになってきました。タモンズさんの影響で面白そうだもんね、ライブってね。チャットもあったりしてね、まあ考えます。今夜もありがとうございました。さあ明日2時王子公演。